こさん結構長かったのに、うん、なんで切っちゃったんですか。あの、聞く？それ聞く？みほちゃんが急にショートにしたけど急にショートにしたけど、なんかちょっと消えたいなと思ってて、少しで、まあ、結べるくらい残したいなと思って、うん、なんかもう冬ってなんかこの辺結構かさばるじゃん、ニットとか。あー、マフラーとかですか。そうだから切っちゃえと思って、ちょっとちょんって結べるぐらいまで、うん、で切っちゃった。好評ですよね、うん、あー、ま、なんか、ロングの方が良かったよっていう人は今のとこはいない。多分みんな優しいね、うん、思ってても言わないか普通。お母さんには切って1週間後ぐらいに言われた。え、切った、今頃だよもう1週間経ってますけど時間差すごい、ね、時間そんなに私のこと見てないんだろうなまた見てやる。やっぱ家族になるとね、気づかないもんなんか、ね、空気みたいな。そうそう、お父さんに関しては何にも言われてない。そうなんとか言えや。白田さんはずっと長いよね。私、あ、でもそんなイメージ切った、お尻ぐらいだったのえ、そんな長かったの。そう、すっごい長かったの。そっか、もっと長かったよね。そうそれをやっぱりなんかもう切って今の方がゴルフには似てる。うん、前は風とかでもうこんなになったりしてて。確かに、確かに毎回こうやってやってから打ってた。こうやってやってからルーティン。そうそうそう、髪の毛を一回こっちにやってから打ってこっちに切ってまた戻すみたいな。そんな和やかな雰囲気ですか。ここパースリーなのでなんかちょっとあるんじゃないかな。んかあるかもさっきから予感テクチューしてるからね、うん、テクチューちょっとね、口がもう朝日の木に当たってからか、うん、木に当たってから衝撃ちょっと様子が170さ、ここで踏ん張った塩田さん、まだまだ諦めませんよ。はい、パー3。ちょっと右にプッシュか。YouTube を見たせいか、美穂ちゃんがちょっとおかしくなりましたね。ちょっと YouTube 聞きましたかね。ちょっと笑いすぎちゃった。面白すぎた。見てない人見てほしいですね、ぜひ。さあ、塩田さんはここでチャンスが来ましたんでね。戻っ、超える、2人してバンカー超える、2人してちょっと富士急聞いてるかもしんない。ちょっとすいません、すいません。2人とも同じ位置です。なんとマークを先に打つのは塩田さん。マークしてます。寄せは寄せ勝負ね、ドラマが生まれるよ。ドラマ生まれるよこれは、うん、ただ2人ともバンカーが嫌いじゃないから、うん、ね、どんだけの寄せてくるか、うん、もう出すだけじゃないからね、寄せる。ちょっとこれはフック傾斜なのかな、グリーン。うまいよ。おお、止まって、はいはい、ナイスアウトです。はい、ありがとう。同じ感じですかもうこれほぼ同じような。出してきますよ、どうぞ。はい、先に上がっていただいて大丈夫。ちょいちょい
ちょっとパターン勝負になってしまった。これ別にやらしじゃないですよ。さっきとさっきこれがそうやらせじゃないんですよ。これそんな似たようなこと起きる、うん、同時マーク同時マーク。ちょっと上りのフックラインです。最後ちょっとしっかりめに打ちます。はい、結構ね傾斜きついですよね。打つそうです。ナイスパ、ナイスです。震える。ナイスです。ここですっごい集中してみて、まだドキドキしてる。いや、やっぱ見せてくれるな本当に。ここに来て塩田さんが巻き返しに入ります。まだです。17番来た。17番来ましたよ。目標の左側です。来ましたよ。これは面白い展開になってきた。すごいわ。17番のロングは美穂ちゃんの攻め方を見たかったんです。ここでね。だから17番来たかった。なるほど。天気も良くなってきたし、うん、あんな行くの？左？目残ってますかね？美穂ちゃんは林に向かって打ちます。男子プロ？わかんない。はい、木には当たらなかったので、うん、当たってない。抜けたと思うんですが、塩田さん、はい、まあ自分のリズムをね大事にね。ナイスショー。いいボール打ちますね。追い込まれてからすごくこう急に集中力が上がったと言いますか。そう、ずっと集中はしてるし真剣にやってるんだけど、やっぱりちょっとね、スリーダウンとかではフォーアップダウンとかでは負けたくないなと思って、ちょっと集中したら今いい方向に流れが行ってるので、行ってるので、またここでどうにかミラクル起きないかな、うん、でもね、やっぱり17番までやってこれてさすがだよね、うん、美穂ちゃんはね、いいもの見れました。いいもの見れました。今さっきのショートで塩田さんナイスパットでしたよね。いや、あれはね、ナイスパットだった。てか2回連続で結構長めのだから、ね、やっぱすごいですよね。すごい。でも、うん、私ここパー5なんで、これちょっともう2オンね、これ2オン、ね、そうですね、かなりもう距離がないので、ここでちょっとバーディー、はい、
バーディー確実で行きたいとこ。18は回らない。よし、ここで終わらせると。よし。ででん、みほちゃんのドライバーショット、ここフェアウェイまで行ってました。ラッキーっていうか狙ったわけだからね。狙った通りに行きましたよ。180ぐらいですね。ここパー5なんですが、はい、セカンドショットが残り180ヤードらしいです。ナイスドライバーショット。ユーティリティ？あ、はい、はい、ユーティリティでいきます。残り180。右プッシュちょっとダフっちゃったかな。あれ , 笑ってごまかした。かなりミスショットする。ちょっとあのすごいいいポジションがダフりましたよ多分。これはちょっとまだ塩田さん来てますよね。ここでちゃんとチャンスにつけないとね。ここで私の進化が試される気がします。そうですね、はい、ここでちょっとやっぱ全日本ミッドの意地を、はい、見せて、はい、見せれるようにちょっと集中しますね。そうですね。今だけ左足下がりだったんですよ、うんうんうん、でボールの時はそんなに下がってなかったから少し上げれるかなって思ったんです。それじゃダメちゃいました。やっぱちょっとでも足場がこう下がってる時は上げようとしちゃダメです。さあ86ヤード横風、はい、そうですね、右からかな、右後ろから来てますね。ここでどういったボールを見せてくれるのか。左足上がりラフです。おお、ピン刺していきましたよ。ナイスオン。ワンピンぐらいかな。止まってくれるかな。感触はいいですか。感触はちょっとパンチが入っちゃった。強めに入ったので、もしかしたら上行っちゃってるかもしれないです。まあでもちょっとパンパンって2個パター入ってるんで、うん、まだね、うん、あの諦めないで、はい、強気に行きたいと思います、はい、43ヤード。いい感じだよ。止まって、ま、やっぱこれがラフ分、ラフのラフ分ダメですね。ラフの分ちょっとスピンがかかんなかったですかね。うん、同じ距離感じゃないですか。まだでもワンピンちょっとぐらいなんで、ワンピンちょっとね。これは同じような距離だけ、視聴者様と多いぐらいで、そうほぼ同じような。ただみほちゃんは2ホールリードしてるんで、はい、まだここで塩田さんはパーだとちょっと厳しくなる。みほちゃんここは狙うんですか。一応ラインも距離も合わせますけど、うん、入ったらラッキーっていう感じです。強めまっすぐとかは絶対狙わないし。塩田さんの表情が変わります。狙ってくるでしょう。確実に下りのスライス。来てる来てる、来たんじゃない。嘘、やばいね。どういうことだこれは。来てる、来たんじゃない。嘘、やばいね。どういうことだこれは。これはどう、ちょっと待ってくれ。マジっすか。ちょっと待ってくれだわこれは。ってことどういうこと、ゆっこ。あの
これマジこれちょっとさ弱いかなって思ったんだけどすごい伸びましたね。言葉にならない、はい、小田和正です。言葉にならない状況変わってきました。さあ美穂ちゃんが出どころです。てかこんな展開ある。こちらなんかすごいの見てるね。いやなんかゆっこさん今日この場に入れて、最終ホールまで来ました。なんだこの2人は。いやーもうねちょっと最終ホールこの3ホールのパターン分かんないです。誰も想定しなかった展開です。攻めます、はい、もう詰められてきてるけど関係ない。せっかくなんで行っちゃう。150の杭の右から、はい、ちょっとアゲンストだし結構上げてます。無理はしないで行きたいと思います。はい、はい、奥の分けるか。最後の2人のね表情をお届けしたいと思います。内緒ちょっと巻いてフェアウェイです。みほちゃんはどこから狙うんですか。バンカー越え考えてますちゃんとこ狙ってくるのかな。どうしよう。230で超えるってですよね。あの奥のカートの方向かな。ナイスショー。飛ぶな。おーナイスヘアウェイ。いやさっきのパターは息が私止まりました。あれはもう池に向かって順目だったのね、はいはい、そうなんですね、はい、それでもう下り一辺倒だったので、はい、ある程度最初の3分の1ぐらいラインに乗せられれば、うん、あとはもう目と傾斜がアップに持ってってくれると思ったので、はいはい、でも私が塩田さんだったら、うん、もうちょっともうスリーラップ、うん、もう美穂ちゃんが言ってたら、うん、多分メンタル的に多分あんなロングパッド絶対入れられる気がしないんですけどそういうのもやっぱり平常心を保って、うんうん、まあ、やっぱり内心はドキドキするけども、うん、はい、ここで終わらせたくないなってもっと美穂ちゃんのショットも見たいし、はい、コースも最後まで回りたいし、はい、もっとこの緊張感味わいたいなっていうのはずっと思ってたので、すごい、それが今ちょっといい流れに乗ってくれた感じです。負けたくないっていうよりも最後まで回りたい、うん、そう、闘争心じゃなくてそういうなんか好奇心っていうか、うん、そっちがそういうメンタルね、うん、楽しいと思える、うん、素晴らしい、すごく勉強になりますありがとうございます。スリーナップでいましたが今ワンナップです。早、ま、でも負けはありません。そうですね、うん、でもせっかくなんで、うん、前回分けてるんで、うん、勝ちたいですね、うん勝ちたい、勝ちたい。ちょっとミスある。飛んでるって言ったら、うん、飛んでるけど、うん、近くに寄ってないんで後半、うん、ショットが、うん、まあでもさっきもね2オンチャンスだったもんねああいうミスをしてるんで、あそこまで行ってたらワーディー取らなきゃいけない状況ではあるから、まあそうね、あの距離はね本当誰もが羨む2オンチャンスにつけてましたからね。あれを残り40ヤードにするっていうなんか刻んだっていう、はい、ダメです。でもやっぱ緊張感の中で最終ナイスショット打てたので、うんうん、
そうね、あそこしかないあそこしかないとこ打ったからね今。あそこしかないとこに打てたんで、そこはちょっと成長したのかな。成長したね、はい、でいいか、私がそんなこと言えないわ誰だ誰だ私。ちょっと今日はほら解説者ということでちょっと変な目線で喋ってますが、風がちょっと巻いてるので、ですね、フォローになったり。アドレナリン入ると思うから1番手下げました。お、1番手下げてます。アドレナリン考慮します。うん、ナイスドロー。ナイスオンです。受けてよかったね。それでもちょっとですね、一番手下げてちょうどいいか、ちょっとはい、ちょっと大きかったのかな。でもナイスです。ありがとうございます。もう満足、ここまで来れたからあ、冷静な顔で見てますね。ナイスオンです。距離は全然ないんですけど、だいぶなんか最終ホールすごい風が舞い風が確かに回ってますね、はい、旗もあっちこっちあっちこっちそうなんですよ。ちょっと読みにくいな、風が読みづらいセカンドショットになります。差を広げて勝つことができるか。しっかりピン狙ってきましたよ。打ち込んで、おお、ナイスオン。多分距離はぴったりなんじゃないかな、あれは。ちょっと右分の差です。もちろん狙います。もちろん狙う、はい、強気でいく。京都さん入るかもしれないもんね、今の流れでやった狙わないと。私期待します。みほちゃんのバーディーパットです。今なんか跳ねたぞ。もうちょっとなんか跳ねましたね。ありがとうございます。先に跳ねたからね。塩田さんのバーディーパット、少しふっ傾斜です。慎重にここは時間をかけてラインを見てます。ウィニングパッドとなるんでしょうか。何外したの。話は後で。話は後で。いやー。はい。
まさかの展開でドロー。いやー、誰がこれを想像したか。まあちょっと回った2人からね、はい、一言ずつ聞きたいなと思います、うん、まずはじゃあ美穂ちゃんから、はい、そうですね、前半はまずまず良かったんですけど、うん、やっぱ後半ちょっとミスが多かったので、うん、でミスが多かったところに塩田さんもいいプレーしてきたので、うん、ちょっと最後挽回されちゃったかな、うん、でももう最後のパットはちょっとあんまり出さないようにしてますけど、ちょっと腹渡逃げ切り返って自分にでもやっぱその狙ったとこには打ってるパットなので、うん、自分のその読み切れてなかったっていうのがやっぱり出てたもんね、フックかなって思ってたんで、うん、そうです、ファーストパットからスライスしたんです、はい、うん、まあでもナイスプレーですよ、いや、本当にスコア的にはもう一番イブ、いや結局イーブンパープレーかな、パープレーですね、じゃあすごいこのプレッシャーの中ナイスプレーです。でしょうか。はい、何から嵐の予感って言ってから。嵐の予感って言ったのかな。嵐でしたね。でもなんかもう本当振り返るともう一番ホールから美穂ちゃんの強気なバーディーパット。で三番ホールの自分のスリーパット。そう考えるとやっぱり流れは美穂ちゃんにあってで彼女は崩れない。うんうん、でやっぱり飛距離っていう武器があるから。うん、それにこう追いつこう追いつこうとしちゃうとやっぱり自分がどん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 ミスをしちゃうっていうことに気づいて、で平常心を保とうとはしてるけれどもやっぱりマッチプレーだからワンダウンツーダウンスリーダウンってなるとやっぱり多少焦りが出てきちゃってたかなって思います。悪いところもしっかり今日は出てしまったけれども、なんとかやっぱり17番とはいえどやっぱり最終ホールまで回りたいって欲はどんどん欲はね一ホール一ホールねなので本当になんかもう最後まで回れて、でやっぱ美穂ちゃんと回れて戦えてすごく楽しかったです。こちらこそです、ありがとうございます。本当に、はい、ね、ゆこちゃん、え、ゆこちゃん、ね、いやもうあの後半この千代田さんのこのメンタルのこのなんか安定が本当になんかすごすぎて、私じゃもう1ミリもないものをやっぱ持ってっちゃって、ね、こういうことか。そしてその気の持ちようがこうもう負けたくないじゃなくって最後までプレーをしたいっていう、いいプレーをしたい、そう、うん、お互いそれだったもんね、なんか、うん、こう蹴り倒すじゃないけど、うん、なんか落とし合うじゃなくて高め合った、それがもう素晴らしいと思う、その考え方が。美穂ちゃんのプレーも最後まで見たいっていう気持ちが出るんですね。出るんですね。出るんですね。いや、本当にやらせじゃないです。そう、これすごいですよね。これはすごい。千代田さんのあのパットがすごい。そう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 、こんなん外してんのに。こんなところがこんなん入るみたいな。ゴルフってわかんないね。本当にわかんないね。みんな諦めちゃダメだってことだよね。うん、これを見てね、本当にあの今後試合に出ていこうとか思う方とか、うん、まあゴルフを楽しんでる方も、うん、ちょっとこう気持ちが変わってくるんじゃないかなって思う、うん、2人のこの真剣さとメンタルとゴルフに対する姿勢、本当にあの素晴らしいプレーありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん今回の高評価はたくさんつくと思います。はい、続くかな。いや、これはね、マスターズ並みに面白い。面白いね。はい、しかも間近でうちらもカメラ近くにガンガン寄ってるんで、はい、結構真剣な2人を見れると思いますので、たくさんたくさん繰り返し見てください。見てください。 YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。では次回も楽しみにしててください。バイバイ。